日本近畿地方兵庫県神戸市中央区ポートアイランド市長んからのポートアイランド円形ポートアイランドは神戸市中央区の神戸港内に作られた人工島である。略称は防海パイ。神戸大橋及び港島トンネルによって神戸市中心部と結ばれ都市機能を一通り備えた日本で最先発のウォーターフロント都市とされる。完成当時は 世界最大の人工島であった。キャッチコピー、山、海へ行くのもとに、六甲山地の土砂で、瀬戸内海の一部を埋め立てるという方法で、2期に分けて、造成された。第一期工事が竣工した1981年には、町開きに合わせ、神戸ポートアイランド博覧会が開催された。神戸ポートピアホテルより、山の宮、六甲山方面を望む、外然星と、 緑あふれる国際色豊かな街をテーマに1966年より着工、1981年に21世紀の海上都市と名打って街開きが行われた。神戸市中心部三宮の南、神戸空港の北に位置し、神戸海上新都心地区として、港湾機能だけでなく、住宅や商業等の総合的機能を持たせた海上文化都市として開発が進められた。 計画、設計は建築家、都市計画家の水谷英介が担当。今後の都市開発に先駆的な役割を果たしたとして、1980年度に日本都市計画学会石川賞及び土木学会技術賞、2005年度と2008年度に全日本建設技術協会全県賞などを受賞した。埋め立て工法やその後の外区開発などでは先進的な技術が用いられ、 世界初の試みのものも少なくない。当地区の整備は荒か。1987年には南側の第二基地区の建設が開始され、東沖の六甲アイランドを越え再び日本最大の人工島となった。1998年には第二基地区が神戸医療産業都市に指定国内最大級の医療クラス、次世代スーパーコンピュータ、K 及び 不学の誘致に成功するなど、研究ゾーンとしての注目も浴びている。港湾機能では、スーパー中枢港湾、ハイパー中枢港湾の次世代港規格コンテナターミナルに指定され、阪神、淡路大震災により一時は取扱量が減少していたものの、震災前の水準を超えて年々、取扱量が増加している。商業面での発展だけでなく、教育面でも、 先進的な取り組みが行われており、2002年には、三宮地域と神戸空港を結ぶ重要な都市軸上に位置する西側の区域が、神戸ポートアイランド西地域として政令による都市再生緊急整備地域に指定され、ポーアイオン大学のキャンパスの開園へと再開発が行われたことをきっかけに大学及び高等学校が増加、神戸市内有数のキャンパスゾーンを形成している。 2016年にはこれまでの小中一貫教育の取り組みが制度面で認められ、日本初となる義務教育学校が設立された。1995年に発生した阪神、淡路大震災では液状化現象などにより甚大な被害を受けたが、迅速な復旧により、震災を乗り越え、町開きから30年が経ち、新たな町づくりが始められている。 建設中のポートアイランドの航空写真戦後の高度、経済成長期に、神戸港の港湾貨物の取扱い量は予想以上の伸びを示し、これにより入港船の対戦が慢性化していた。神戸市は、新港第7特定、第8特定や兵庫特定、マヤフ島などの建設により、港湾施設の増強に努めるものの対戦は、減少する兆しがなく、それをさらに上回る勢いで、 貨物量は増加する一方であった。また、当時は明治時代に建設された新興特定を中心に運用されていたが、いずれも施設が古く、特に世界海運海のコンテナ化が進む中で、従来の狭い埠頭ではコンテナヤードとしての利用は困難であった。そのため、新たに建設する埠頭はバース数の多く大規模なものを早急に建設する必要が生じた。加えて、 背後の市街地では、開発がし尽くされ、港湾に付随する貿易関連などの諸施設用地などの取得は極めて困難で、新たにこれらの用地も確保、造成する必要があった。一方、都市施設に対する市民の要求も多様化し、政治、経済、商業、文化等の都市機能を受け入れることのできる新しい都市空間の創造が必要となった。これらのことから、 1963年11月に最初のポートアイランド構想が浮上した。計画にあたっては、世界海運海のコンテナ化に対処し、従来の串型特定では求められなく、外防貨物量の急増に対処し、大幅な定期船、バースの増加を図る。バース仕様の一層の効率化を図るため、専用化し付け方式を実施する。高度の機械化に役を図るとともに、 共眼医薬を促進し、医薬費の軽減を図る。造成用地は、神戸港将来の発展のために利用し、業務商業用地、貿易関連産業用地、都市再開発用地、交通ターミナル、住宅用地、緑地公園等を配置し、潤いのある、港湾都市づくりを進める。の5つの目標が掲げられた。このような方針に基づいて、進行特定の南に線上に広がる。 第2防波堤、第3防波堤に囲まれた水面に E1 型の人工島として計画されたのがポートアイランドである。1966年2月28日のポートアイランド埋め立て基本計画によりポートアイランド誕生への第一歩が踏み出された。同年4月14日には早くも湖岸工事が着工され、 翌年1967年4月7日には、高倉山を中心に横尾、横を、妙田に及び精神総合運動公園地区の、広範囲の土砂や、建設残土を合わせた約8000万立方メートルの土砂によって、埋め立てが開始された。掘作された跡地は、スマニュータウンの中核をなす、住宅地へと開発され、山、海へ行くを合言葉として、これら一体の開発が進められた。 埋め立て工事は、神戸市が、防波護岸、物上げは危険品バースは、運輸省、第三公安建設局が、コンテナバース、ライナーバースは、阪神外房不当公団が、それぞれ設計思考を担当。定会式バージのほか、新たに開発された、バケットホイール式、アンドーダーシフタブルコンベヤシステム等により上げ、土埋め立て、サンドドレーン工法や、プレロード工法、 振動締め固め工法等の地盤沈下対策を行いながら着工より15年の歳月をかけて建設が進められた。1981年2月4日、ポートアイランド合同観光式が行われ、埋め立て面積436ヘクタール、全体事業費5300億円、埋め立て土量8000万立方メートル、計画人口約2万人、 計画個数約6,500個の、竣工当時世界最大の人工島として、埋め立てが完了した。町開きに合わせ、ポートピア81が開催された。当初の予想を大幅に上回る入場者が訪れ、地方博内で最多の入場者数を記録し、大成功を収めた。その後の地方博ブームの先駆けとなったほか、町開きにあたって、博覧会を開催するという手法は、 横浜博覧会など各地で用いられるようになった。ポートアイランドの基本的施設として、ポートスクエア、インターナショナルスクエア、総合業務、センターコミュニティスクエア、マリンパークの5つの基本ゾーンが設定された。ポートスクエアは、不登校ン機能、インターナショナルスクエアは多目的広場、インターナショナルトレードセンター、エキゾチックタウン、総合業務センターは、 ポートアイランドの総合管理運営機能、コミュニティスクエアは住宅生活機能、マリーンパークは海や港に接する公園としてそれぞれ整備が行われ、これらは都市緑地軸でつながれている。当時の神戸港はニューヨーク、ロッテルダムに続き世界3位のコンテナ取り扱い量を誇るアジアを代表する貿易港であった。ポートアイランド東沖では六甲アイランドを 並行して建設していたものの、貨物量は増加する一方であり、さらなるコンテナバースの建設が急がれた。すでに観光しているポートアイランドの南側海岸堤防に隣接する形で建設されたものがポートアイランド第2期である。これによりすでに観光している部分を第2期と区別する場合に第1期と呼ばれるようになった。国際化や情報化などの さらに新たなニーズに対応した港湾設備及び都市機能を整備し、第一期埋立地区と一体となった都市空間の形成を図ることを目的として、1987年3月より埋立が開始された。埋立面積390ヘクタールと第一期地区と比べると一回り小さいものの、より神戸港の沖合に位置していたことから、埋立土量は9200万立方メートルと、 第一期よりも多い土量で埋め立てされた。埋め立て用土砂は、現在の神戸複合産業団地を中心に、神戸流通業務団地、神戸研究学園都市地区から掘削し、水深マイナス2メートルまでは低階式バージ、マイナス2メートルより浅い部分は、用土船等による、揚げ土、運搬、埋め立ての一貫システムで造成された。住宅機能用地は確保せず、 主に不当用地や製造工場用地、教務施設用地で構成され、面積の2割である78ヘクタールを、緑地、スポーツレクリエーション緑地に充てるなど、人、物、情報が交流する緑豊かな環境に、優しい新しい街づくりを念頭に建設が行われた。第二期建設による大型貨物自動車等の交通需要の増加と第二のアクセス確保を目的として、 1992年に神戸港港島トンネルの着工にこぎつけ防災面の強化が図られた。液状化現象が発生した第一期北部中央区にある埋め立て人工島の宿命的な地盤沈下で倒壊したコンテナに役用の巨大なガントリークレーン。神戸ポートアイランド地区。中央区地内の神戸ポートアイランドで液状化現象により傾いた。 駐車車両と海に転落して浮かぶコンテナ。1995年1月17日、撮影。液状化現象により、コンテナを積載して駐車中に横転した、コンテナトレーラー用のシャーシー車体。元々の高さである、右側岸壁より激しく陥没した、倉庫施設。第2級目立て途中の1995年1月17日に、 兵庫県南部地震が発生、ポートアイランドにも大きな影響を与えた。第一期埋め立て部分全域で大規模な液状化現象が発生し、島内すべてのコンテナバース等が破壊され、ガントリークレーンも大きく傾き使用不可能となった。また、神戸大橋の橋脚にズレが生じ3の宮側が破壊され自動車の通行が不可能に、ポートライナーも橋脚の落下や、 駅舎の損壊が生じ運行休止となった。当時はまだ神戸港港とトンネルが開通しておらず、島が孤立する事態となった。神戸大橋には水道管2本が設置されていたが、通水していた1本が陥落して、人工島の防災上の弱さを露呈した。孤立した島内の負傷者は、島内の神戸市立中央市民病院に集中した。市内の需要をカバーするため、 1> 第1期、第2期に約3100個の第1第7仮設住宅が建設され被災者を受け入れた。他地域よりも広大な敷地を使用できたために大規模な仮設住宅の建設ができたもののそれでも用地は不足するほどであった。1999年末までの約5年間にわたり使用された唯一の交通手段であった神戸大橋は早急に復旧が強いられ、 車線を大幅に減少した状態で一部復旧したものの終日渋滞が慢性化しており、ポートライナーの代替バスが橋を渡るだけで1時間近くかかることもあったほど混雑していた。同年8月1日より渋滞緩和の目的で、新港第3特定より340メートルの仮設橋が架けられた。翌年1996年6月27日まで強用され、 7月4日には全面復旧した。なお、ポートライナーでも急ピッチで復旧工事が進められ、震災発生年の5月22日と6月5日に部分改良、7月31日に195日ぶりに全線が復旧開通した。震災発生年の6月30日、神戸市は神戸市復興計画を発表、神戸港の復興を目的として、 ポートアイランド第2期に国内初の水深15メートル以上の高規格コンテナターミナルの整備及びシンボルプロジェクトとして神戸企業増温整備構想を選定インキュベーションの拠点となる中核施設を整備し優遇税制規制緩和総合保税地域制度などを特徴とするエンタープライズゾーンを設置することとしたこれが後の神戸医療産業ゾーンへとつながる コンテナバースの復旧は暫定供有開始した後、内手会方式によって本格復旧工事が行われ、1997年3月31日に港湾施設が全面復旧。5月19日に神戸市は神戸港復興宣言を発表。同年に市民広場駅より世界最長である全10本のムービングウォークを設置し、第一期部分と 第2期部分と間のアクセスを向上、防災機能の強化とともに島全体が一体となっての再興を図った。神戸空港とポートアイランド震災の影響で、商業施設等の多くの施設が島から撤退、震災年の1995年で16,965人だった、島内人口は減少に転じ、2003年には14,000人台にまで減少した。 第2期地区では土地の売却が進まずに問題となり2006年3月31日には博覧会の終了後も営業が続けられていた神戸ポートピアランドが阪急グループの経営再建に伴い閉園するなど景気低迷と相まって低迷期が続いたそのような中で天気が訪れたのは2006年2月16日の神戸空港の開港である 開校に先立ち2月2日にポートライナーが伏線化、延伸し、第2級目立て部分へのさらなるアクセス向上が図られた。2002年に神戸ポートアイランド西地域として政令による都市再生緊急整備地域に指定されたことを受けて、2007年春に神戸学院大学、神戸宿川学院大学、兵庫医療大学の3大学がキャンパスを新しく開設。 空室が目立っていた団地内では大学関係者や学生により満室状態に低迷していたポートライナーの乗客数も急増し現在では AGT 内で最多の輸送力と輸送人員を誇りラッシュ時には東京の山手線や大阪の地下鉄未動筋線をも上回る列車頻度で運行している第二基地区でも1998年にスタートした 神戸医療産業都市で神戸空港開港の後押しにより企業数が急増2007年3月28日に次世代スーパーコンピュータ系の誘致に成功し2012年9月28日に供用が開始された2013年9月12日に世界初となる iPS 細胞を用いた網膜シート移植手術を実施したと発表 2014年5月1日に国家戦略特別区域に指定され、2016年4月末現在では、理化学研究所などの研究関連施設や医療関連企業が予測を上回る316社が進出し、国内最大級の医療クラスターとなっている。さらに重機販売会社や中古車販売会社が集積して、輸出を行う中古車市場も設けられ、公安機能では、 スーパー中枢港湾、ハイパー中枢港湾の次世代港企画コンテナターミナルに指定。2016年には神戸港のガントリークレーン数が国内サイトとなり、そのうち8基をポートアイランド第2基地区で担う。近年では神戸市立医療センター中央市民病院や兵庫県立子ども病院が移転会員し、富岳の設置が第2期埋め立て地区に決定。 理科学研究所では、関西拠点を発足させ、省庁や独立行政法人の研究機関を移転開設。全国初の iPS 細胞による目の病気の研究、治療、就労支援を一体的に行う、神戸アイセンターの建設などの医療、研究ゾーンとしての成長のほか、川崎重工業により、水素と天然ガスを燃料とした1メガワット級の ガスタービン発電設備の建設が発表され、1800年長の歴史上初となる、幾田神社の分社が第1級目立地区に完成、愛知より世界最大級の職業訓練施設、公安技能研修センターの移転など多様な面で成長を見せている。1963年11月の計画図1964年7月の 計画図1965年6月の計画図1970年6月に一部、改定された最終的な計画図貨物、取扱量国内2位のポートアイランド第2期のコンテナバース医療センター駅、軽コンピュータ前駅の周辺は、神戸医療産業都市に指定されており、数多くの医療関連施設や研究施設が進出している。ポートアイランドを背に走るポートライナー根幹となる、 公共交通機関として1977年11月の港湾審議会第80回計画部会で新しい都市のイメージを高めるために従来の鉄道ではなく新しい専用軌道方式による輸送機関を採用することが計画された。1981年より世界初の無人運転システムとして神戸新交通が新規鉄道路線で乗り入れている。 軌道内に人が立ち入ることのできないよう前線で高架構造になっているほか、全駅に日本で初めてのフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。また、2006年には南側沖合に完成した神戸空港やポートアイランド第2期のアクセスとして延伸、複線化された。神戸空港に到着する連接バス、神戸市では新たな交通手段の導入を2014年頃より、 検討しており、ポートアイランド方面でもポートライナーの混雑緩和や、神戸空港の交通利便性向上などを図るため、検討されている。2017年7月には、社会実験の一環として、三宮神戸空港間で、連接バス運行を実施し、BRT 導入の検討を行う。今回の社会実験では、ポートアイランド内に停留所は設けないが、 本格的な営業運行を行う際には、停留所設置を検討しアクセス向上を図る。将来的には新神戸神戸空港間でも、BRT の活用を検討している。浜手バイパス、神戸中心部へは、神戸大橋や神戸港港港トンネルで、南沖の神戸空港へは、神戸空港島連絡橋で、アクセスできる。いずれも、通行料金は発生せず、 神戸大橋と神戸スカイブリッジには歩道橋が併設されており歩いて渡ることができる。また、大阪湾岸道路西新部として阪神高速5号湾岸線の延伸が計画されており、2009年に湾岸線休区間都市計画決定。2016年に国の直轄事業として新規事業化。2026年度に開通予定。 全六車線の高架道路及び長大橋が建設され、ポートアイランド内には、東西の2カ所に出入り口が設けられる予定。全国屈指の帰化植物のメッカとなっている。初めて記録された帰化植物や、新たな知見が得られるなど、学術的にも珍しい発見がされている。記録された帰化植物は239種。原産地別では、ヨーロッパ322種、北。 アメリカ産66種、地中海沿海産23種、南アメリカ産10種、その他12地域18種。分類別では、稲五51種、菊三36種、油中20種、豆菓19種、なでしこ菓10種、ナス菓9種、その他94種。港で荷下ろしされるコンテナに付着していた、物空き地の氷土流出防止の目的で、 外国産の牧草種子が使用され、その中に混入していた物中央分離帯や花壇で栽培されていたものが繁殖したモノ土壌改良のため、輸入されたヤシカク大肥や家畜の糞や持ち込まれた植物に混入していたと考えられるもの。ありがとうございます。